よし、セーブができたのでボスの部屋挑んでみようかな、なんだけど、ちょっとねハートが心もとなさすぎるからちょっと回復できたらいいなと思いつつ、あ、出てきた出てきた、よかったよかった。ちょっとね、もしかしたら盾を回復させた方がいいのかもしれないんだけど、ちょっとわからないんだよね。今までボス戦そこまで盾を使ってないかなって思うと、今は盾いいかもしれない。どうなんだろう、どうなんだろう。でもボス戦でこんな盾ギンギンで行くのすごい怖いんだけどな。行ってみようか、行ってみて、ダメだったら戻ってきて、あの諦めて回復させてってしてみようかな。ちょっとね怖いのがボス戦が怖い子が出てくるんじゃないかっていうのがね一番不安。よいしょよいしょ、ここだねここだね、ここで調べる。これを回転、あ、回転するね。回転して、こっち向きかな？あ、今回簡単じゃないかな。よし、よし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 。綺麗だね。お花の形になって。これは今までよりも、ね、簡単にパズルができてよかったな。いつもちょっとこう、なんだろうなんだろう、どっち向きだろうってなってるんだけど、あ、天井だね。あ、天井天井天井。やっぱり切れ目が入ってるところで開くかもなーって言ってたのがやっぱり開いてくれたのよ。と、鳥がいるね。と、あの鳥はそっとしてていいのかな？いいのかな？攻撃してくるかな？なんだろうこれ。これ、方向あるかな？あの、どれが一番最初とか。そんなのあったっけ？えい、えい。大丈夫？大丈夫みたいだね。でもこれ順番通りにしないとダメとかありそうじゃない？ありそうに感じちゃうけどな。大丈夫なのかな？これ全部やってみたらこうダメでしたって言ってフシュンって言って返されそうな気もするけど、大丈夫そう、大丈夫そうだね。大仏さんのお顔が上がってきたのかな？どこまで？どこまで？ちょっと奥みにしては長いような気がするんだけど、どこにつながるんだろうそれは。やっぱりちょっと怖いのかな？怖いの嫌なんだけど、セーブできる。セーブできるね。と、ハートがあるから、ここは回復していこうか。しっかり、しっかり回復して、セーブもしてから、行きましょう。よし、セーブができたので、あ、違う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 。これしまっておかないと、よし、剣も出して行きましょう。やっぱりね、ちゃんとセーブができるようになってたね。ちょっと怖がって戻ってしまったけど、ああ、やだ、やだ、この感じやだ。なんだろう、ああ、いる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 、キラヒムいた。盾あった方が良かったんじゃないかな。やだな、やだな。しつこいね、君も。私には、魔王様復活の手がかりを探す時間が必要なんだ。あ、君みたいな奴にちょろちょろされると、目障りなんだよ。なんだ、あ、あー、いなくなっちゃった。出てくる？違う。あ、また、あれかな、違う子と戦う感じかな。キラヒムと戦うのではないのかな。よし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 。とりあえずキラヒムさんと戦わなくて済むのは、よしなんだけど、なんだろう、なんだろう。ダ・イルオーマ、魔食神器、ダ・イルオーマさん。なんか不思議な形してるな。今回あれだね、こう4刀流じゃないの ?1、2、3、4、5、6?6個かな ?6 個かな、お手手。お手手いっぱいある子多いね。多いね。だけど、ここにいたら危ない危ない、え、ダメじゃんダメじゃん、ここ安全だと思ったのに。とりあえずは、あれは、どうやって避けた
たらいいの？どうやって避けたらいいの？こっちにいてもダメな気がする。いてもダメな気がする。寄ってみようか。寄っても、どうしていいの？どうしていいの？あの人。でも、今までのことを考えると、危ない。何も考えられない。なんだろう。今ちょっと、頭のところになんか出てる。なんだろう。毒か何かが出てるみたいな、見栄えしてるところ、見栄えしてるところに、なんか出てるんだけど、あんなとこどうやって登るんだろう。無知かな。今までのことを考えると新しい武器。これかな。これ違う。どうやって、どこからあんなとこ行けないよ。ビートル上を飛ばしてるような余裕はないでしょ。どうしたらいいのこれ。これじゃない。振って。何してるかわかんない。何してるの？これはどこに危ない。わかった。これを待つんだね。わかったよ。何も言語化できないけど。これを、なんかうまいこと避けて、近くに寄って、でも、あれは、なんかこう、ゴインってしてこないね。してきた！危ない！これを、こうして、振って、壊して、これで、ゴインってできる。できないね。まだできないね。真ん中のところは、多分攻撃するべき場所だよね。コアっぽいところ。ダメだ。体力がもうないけど、あれはどうしたらいいんだろう。ちょっとやっぱり近づいて、お手手をゴンってしてくるのを待って、してこないね。お手手をゴンとしてほしい。無知を構えて待っていよう。危ない。お手手ゴンってしてこない。早く。危ない。近い。どこ。今触れない。体力がもうない。ファイが呼んでるけど、今ファイ、本当に？今なのファイ。ハートの残量の低下を確認。そりゃそうでしょうよ。今じゃないんだ、ファイ。なんだろう。治っちゃうじゃん。治っちゃうんだね。あれかな？時間がかかりすぎたらダメだったとか、そういうことなのかな？わかんないよ。ゴンってしてくるんじゃない。もう嫌だ。ゴンってしてきて。早く。よし。ゴンってしてきた。これで壊したよ。まず一つ。そして、ゴンってしてきた。ゴンってしてきたから、よいしょ。お、全く語彙力がない。そして、あと二つのお手手が、ゴンってしてくるのはいつなんだろう。今だ。これで、壊して。あ、こっちもできる。よし。あと二つだ。問題はあと二つ。あれは、いつになったら、ゴンってしてくるのかが今のところ分かってない。近づきすぎると、切れるけど、危ない。これは、でもね、回復をする余裕がないの、私。どうしたらいいの？端っこに回復の場所もないし、これを切る。これどうやって切るの？縦構えてみようか。これで、危ない。今でいいんじゃない。ダメかな。危ない。いいんじゃない？ダメ。やっちゃったけど、もしかしてこれは、回復してくれた。よし。で、いける。なんかよくわかんないけど、いっぱいついてみた。いっぱいついてみたけど、あれ？回復しちゃうのね。治っちゃった。せっかく回復してもらったのに。もう一回、同じ感じでいいのかな？わかんないぞ。わかんないけど、縦構えてると走れないんだよ。あれはお手手がはまるのは？お手手はまらなくなっちゃった。なんでだろう？どうしたらいいんだろう？これやっぱり縦ないと厳しいのかな？
縦でカーンってしないとダメなのかな。わかんない、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 考えられない。でも、もう縦はさすがに使えない。もうさすがに使えない。危ない、危ない、危ない、危ない。逃げるしかない、逃げるしかない。でもあれ、どうしようもないもんね。この辺でも、危ない、危ない、危ない。でもそれ以外に、何事もできない、何事もできない。このさ、シューンってなってるのをさ、うまいこと使って倒せる？そんなことあるかな？やだ、やだ、やだ、何これ？何これ？後ろに回り込むこともできないもんね。体力がなくなっちゃった。危ない、危ない、危ない、危ない。逃げて、逃げて、逃げて。今だ、今だ、今だ。何かわからないけど、今だ。一瞬なのかな？一瞬しか、もう体力がない。一瞬しか、あれが出ないのかな？そういうこと？そういうことかな？で、近づいてみて、今、どう？よし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 。よし、一個は壊せた。危ない。これは危ない。この柱がさ、微妙にさ、逆に見えなくて危ないんだよね。と、私は思うんだけど、私と同じ人はいますか？今じゃないよ。今じゃない。いやちょっと今回危ないかもしれない。近づいて、ゴンしてきてほしい。今だ。そんな早くは、なんともできない。来るね。あ、分かってたのにな。この辺、来て、危ない、あ、ダメだー。やっちゃった。やってしまったー。盾回復してきます。ファイが呼んでるので、まずはファイに聞きましょう。装備中の盾の破損率拡大、残りの耐久力に注意してください。そうだよね。でも、もしかして、ここで、このタイミングでスカイロフトに帰って、盾を買ってくるという、手もあるんだけどな。妖精いなくなっちゃった。でもこれで一旦盾をしっかり回復させて、行ってみようか、もう一回。ちょっとこう、攻撃は盾で弾く感じで行ってみたいな。どうしてもダメだったら一回スカイロフトに帰って、自動回復してくれる盾を買ってきます。ごめんね、キラヒムさん。もう一回、頑張っていきましょう。でも、最初の方は盾、いいかもしれない。ちょっと時間が長かったもんね。ネジネジが見えてる時間が。そんな気がするけど、気のせいだったらどうしよう。頑張ってみましょう。まず、近づく、離れる、早速だね。いや、でも、挟まってないね。これは、違うね。あれは何だったんだろう。なんで、ここにはまってる。よし。これは、この場所、いや、でも違うな。なんかこう、柔らかい場所があって、そこだったら挟まるとかっていうことではなさそう。見えない。注目したい。注目していたい。いける、今だ。で、そして、あと二つも、怒ってる。今ならいける。ちょっと遠いけど、こっちからでもいける。よし。うまいんじゃないかな。今、危ない。ここは今、近づいちゃいけなかった。これで、今この開いた時に、いけばいいんじゃないかな。この、わってした後、どうだろう。これでちょっとこう待って、わってした後に行く。よし。これで、1回目ができた？攻撃ができた？みたいなことじゃないかな？違うかな？で、2回目はちょっと時間が、この、短くな、危ない、やめてよね。ここではなかったよ。危ない。
近づいて、ゴンってしてくるのを待って、待って、危ない、あ、体力がもうない、体力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 もうない。うまいこと避けて、うまいこと避けて、ここにいたら、ゴンしてくるから、これで壊す、壊す。よし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 。作戦としてはいいぞ。作戦としてはいいぞ。あの人はゴンしてくる、ゴンしてくる。ちょっと届かなかった。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回ゴンして、ゴンしてこない。ゴンしてくるかな。今ならゴンしてきそうじゃない。ゴンしてくる。やっぱ早いね、早いね。2回目だからちょっと早くなってる気がする。気がするだけかもしれない。気がするだけかもしれないけど、ゴンしてくる。これ、これ、よし、よし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 。いっぱいボタン操作してる。いっぱいボタン操作してる。これで、ガンしてくる。これも、早い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 。すごい早い。これは、今まだどうしようもない。ゴンしてくるかな、ゴンしてくる、ゴンしてくる。用意して、用意して、いける、ちょっと遠い、ちょっと遠い、いける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 、よし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 。危ない、危ない。足元、足元邪魔だな、これ。で、じゃーんした。もう逃げて、もう逃げて、もう逃げて、もうダメ、もうダメ、もうダメ。あの、場所悪いな、場所悪いな。いいんじゃない、いいんじゃない、なかなかいいんじゃない、あんまり、あんまり体力も減ってないし、いいんじゃないかな。よし、よし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 。ここからが、めちゃくちゃ早くなると思うんだよね。あのネジネジが見えない時間が長くなるというか。足出た、足生えた、隠れちゃった。隠れちゃったし、何事、どうしたらいいんだろう。投げるかな、投げてくるのかな。ちょっと様子を見たい。様子を見たい。ちょっと、体力、柱壊すんだね。どうやって倒すの、どうやって倒すんだろう。これは、これこそカーンするのかな、カーンして、カーンできる、できるかな。今なんだね、今なんだね。間に合わなかった、間に合わなかった。ちょっと距離がさ、すごい、すごい距離、振り下ろしてくるんだけど。見えるかな、いける、いける、ギンギンじゃない、ギンギンじゃない。これで、今なんだけど、間に合わない、間に合わない。そんなでも近くにいたくないんだよな。用意しとこうか。用意しておいて、柱にちょっと犠牲になって、もう、嫌です、危ないし、嫌です。何、これは何、何があったの、何があったのかわからないよ。回ってる。あんなことできるんだね。何これ、どうしたらいいの、何これ、何かわかんないんだけど、ちょっと、もう、テンパりすぎて何もわからない。何もわからないよ。あれ、何したらいいんだろう。危ない。ダメよ。これで、これは何したらいいんだろう。切るんじゃないんだね、きっと。切るんじゃないとしたら無知な気がするんだけど、来る。来た。柱もぶつかるんだね。これはどうしたらいいんだろう。もしかしてこれさ、持てる、持つじゃない。違うな。なんかこう、持つのかなって思ったんだけど、持てそうじゃ、持てる。持った。振るの、置いちゃった。持てるけど、持って、光ってるもんね。振るの、振ったらいいみたい。いける、今だ。なんとかなって、お願い。なんとかなったけど、取り返されてしまったし、危ない。なんかスピードアップしてる気がする。もうよくわからない。見えない。柱が壊れて体力が出てきたんだけど、これは、やだ、嫌すぎる。でも、他にね、新たな怖い子が出てくるのかと思ったら、そういうわけではないから、まだマシって思ったけど、そんなこともなかった。
よ。ああ、とてつもなく早口。ああ、やだ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 、今だ、でも今だ、でも今だ、今なの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 、よし、よし、よし。で、これを持つ、持つ、持ったら振る、持ったら振るの、ああ、持って、持って、どこ、どこ、どれ、どれ、どれ、持つ、持つ、持つ、振って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 、なんとか振って、ちょっと遠い、ちょっと遠い、反対向きだと思う、反対向きだと思うわ。ちょっとさすがに、剣を構えてる向きで逆の方がいいんじゃないかな。これでどうだろう？どう？どう？ダメ？まだ？まだ、まだ取り返されるの？はぁ、いけない、いけない、いけない、近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 い、どこからスタートなのさ？なんで後ろ向きだったの？危ないな、危ないな、危ないな。もう一回？もう一回？もうね、回復できるものがないんだよね。薬とか。やだな、やだな。あれは出てくるでしょ、あれは出てくるでしょ、あれはしもべが出てきた、あれしもべ出てきてないね、しもべ出てきてない、これはゴンしてくるから、ゴンしてくるからちょっと避けて、ちょっと避けて、危ない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 、もうやだもうやだ、全然ネジネジが出てきてない、ネジネジが出てきてない、やだなやだな、これはどうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい、もうちょっと、今だ今だ今だ、きっと今だ今だ今だ、今でしょ今でしょ、今です、今です、今ですけど、今ですけど、持って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 、危ない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 、逆よ逆逆逆、リンクリンク、逆逆逆逆、持って持って、左左から左から振るのです、いけるんじゃない、いけるんじゃない、いけるんじゃない、いけたんじゃない、いけたんじゃない、やったやったー、倒せた、倒せたでしょこれは、よし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 、よかったー、ちょっと素朴なお顔になられた、はあ、めちゃくちゃしぶといというか、何段階もあって大変だったね今回、だけど2回でなんとか倒せてよかったー、体力ギリギリ、ちょっとこっち向いてるのやだな、やめてほしいな、よし。とにかく、これで、全回復と、ハートの上限が増えたので、よかった、よかった、よかった。これは、向こうの、光ってるドアのところに、行ったらいいのかな？持つ！まだ持てるんだね。これ持って帰れるとか、そういうことは、ないかな？あ、こっちは閉まったまんまだね。これってこれ、ゴンゴンやったらもしかして柱壊せて体力回復とかもできたのかな？わかんないけど、ちょっとこの大きいの持っていけるかやってみましょう。どうかな？あ、ダメだ。持っていけなかった。では、ここを開いて次に進みましょう。よかった、なんとか倒せて。なんか暗いね。暗いね。大丈夫かな？大丈夫そう。このシャーンが出てくるところはね、意外と大丈夫なことが多いと思っている。思っているけど、どうかな？えらく近くで構えてしまったな。よし。よしよしよし。これで、やっと、一区切りかな？フィローネ関係。あ、一番最初に、一番最初でもないか。描いた模様だね。と、炎か。そうだそうだ。このスカイウォードの、焼き付けをしなきゃいけないんだったね。どーん。あ、ファイが出てきたね。そうだね、ファイ入ったままだったら危ないもんね。なんだろう。おー。あ、あー、あ、あ、ファイ大丈夫？ファイ大丈夫かな？ファイ暴れてない？大丈夫かな？熱かったのかな？大丈夫だといいんだけど。大丈夫？大丈夫？見た目がすごく、すごく不安になっちゃう。マスター、剣を、掲げる感じでいいのかな？リンクのお手でも大丈夫？それ。大やけどだと思うけど、大丈夫かな？大丈夫かな？緑、あ、フィローネの森だからかな？森の神殿とかもね、こう、緑がモチーフだったもんね。と、これで、ん？フロルの炎を受け、剣が成長した。刃が伸びたかな？見てなかったな。刃が伸び、今までの倍の切れ味を誇る鋭さ。もしかしたら、大きくなったのかもしれない。ちょっと、そうなると思ってなくて、しっかり見てなかった長さ。へー。
でもこれどんどん伸びていくっていうことなのかな、もしかして。ねえ、なんかこう、そう言われたら、伸びたかな。記憶力がない。ファイは？ファイどこ行っちゃったんだろう？ん？なんだろう？リンクが手の甲を見てる。手袋かな？に、なんか模様が光ってるね。の、ファイの後ろにある模様と同じだったね。聖なる炎を刃に受け、マスターの持つ剣は成長を遂げました。これにより、マスターは新たな歌を手に入れる力を得ました。空の歌島へ戻ることを推奨します。歌島に戻って、新しいお歌を習って、っていうことかな？と、出てきて、あ、フィローネさんいた。剣を鍛えられたようじゃの。こんな小僧であっても、女神様より選ばれし者、ということか。しかし、その剣に見合った力を、まだお前は持っておらん。今、ちらっとシャーンが後ろに見えている。あそこにも行けるようになるということなんだね。それはまたのお楽しみかな。まだまだ、精進が必要ぞよ。心しておくがいい。さらばじゃー。ああ、行ってしまうのね。わあ、この辺りに住んでるんじゃなくて、こう、お空に住んでるのかな？あの人も。と、ここは、さっきシャーンが見えたの、その画面の今、中央よりちょっとだけ左のところ、あんなところにも行けるようになるんだね、多分。と、まずは、泳いで、水面に出れるかな。よいしょ、よいしょ。ここは、ちょっと、登って、あれ、どうやって行くんだろう。気になるけど、今ちょっと、行けそうにないもんな。あ、ぽよよんがいる。この、ちょっと明るくなってほっとした。では、セーブをして、まずは、スカイロフトに帰りましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。